人じゃ素振り頑張れない人、ぜひこの素振りアプリを一緒に使ってみてください。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画です。やってますか？もうお待たせしました。ちょっと見てください。ついにアンドロイド携帯で剣道素振りアプリが完成しました。嬉しい、本当に嬉しい。いや本当ほら、アンドロイド端末で動いてる。これもう感激だわ、感動。皆さん長い間お待たせしました。もちろんね、完全無料なので、今日のこの動画の説明欄にリンクを貼っときますので、そこからダウンロードしてぜひ使ってみてください。先に公開した iPhone 版の素振りアプリはこれまで4500人以上の方にダウンロードいただきました。本当にありがとうございました。ふんふん、評価 4.5、 レビューもたくさんありがとうございます。嬉しいです。まあ、このたくさんねご利用いただいている理由を考えたんですけども、一言で言うとやっぱり素振りが続くからだと思うんです。めんどくさい毎日の素振りが続く、もうこれにつきます。僕の具体例を言うと、それまで素振りなんか全然やったことなかったんですよ。ほとんどやってなかった。でもこのコロナで稽古ができなくなって、一人で素振りを始めました。1日目から全部ビデオに撮って、まあ、このチャンネルじゃないんだけどサブチャンネルの方に全部公開してます。まあ、とにかくね、最初はめちゃくちゃ下手だったんですよ。でもその時に目標をね、100万本、3年間で100万本って決めて、今日時点で12万1700本振ってきました。中にはね、店長の素振りを見てたら、あまりに下手で、最初の頃ね、あまりに下手でやれそうな気がしましたって言ってくれてる人もいます。そしてこの5月のゴールデンウィーク、素振りライブのシーズン1がスタートしました。そして5月末にシーズン2、そしてつい先月ね、6月にシーズン3を行いました。この間ちょうどね、シーズン3終わったところですけども、また7月の10日の金曜日からシーズン4を始めたいと思ってます。これらの一本一本の素振りを全部、この素振りアプリで記録を取ってきました。もう手放せなくなってます。これまで素振りなんか真面目にやってこなかった僕が言うんですから間違いないです。素振りアプリを使うと素振りを毎日続けることができます。いや僕はね、もう稽古だけやれればいいんです。もう時間もないし、それだけでも十分、とても素振りまでは手が回らないって人、まさに昔の僕がそうでした。もうほんと気持ちわかります。そういう人はいつもの稽古、週2、週3にプラスして毎日の素振りを少しずつでもやるっていうのはいかがでしょうか。試行錯誤しながら毎日素振りを少しずつやってると、普段の稽古にも必ず影響、いい影響ね、出るはずです。これはもうね、僕の素振りライブに参加してくれてる子供たち見てたらね、一発でわかりますよ。この2ヶ月間毎日素振りやってる子、もうずっと見てるから、見てると明らかにこのコロナの自粛の間に上手くなってます。先生からも褒められたって言ってましたんで、一人じゃ素振り頑張れない人、ぜひこの素振りアプリを一緒に使ってみてください。もちろん無料です。使い方はこれまでの iPhone 版と全く同じです。まずはこうやって素振りをね、入力するよね。そうするとカレンダーで自分の振ってきた素振りの本数が見られます。お、こんなにやってるかってわかるんだね。そして目標を設定してやれば、目標に対してこれまで振ってきた本数の達成度が何パーセントといった具合にわかるようになってます。そして最後に全国ランキングがあって、参加している人たちの中で今自分が何位かなっていうのがわかるようになってます。で、その全国ランキングっていうのは毎月更新してるから、誰にでもチャンスがあるってことです。注意点っていうかね、お知らせみたいなのがあって、今回作ったこの Android 版っていうのは、これまで作ってた iPhone 版と全国ランキングは今は別になってます。今は別ね。これなんでかっていうと、今回まだこれ Android 版作ったばかり、バージョン 1.0 だから、うまくいくかどうか散々テストしたのよ。散々テストはして OK なんだけど、うまくいくかどうかちょっと一回見てみたいわけね。で、うまくいったら次のバージョンでこの全国ランキングを統合します。一緒にします。まあ、だから反対の意味で言えば、今がチャンスだよね。ランキング上の方いけるからね、誰もいないから。それでよく聞かれる質問として、それはもう今回の Android 版も前の iPhone 版も同じ質問なんだけど、1日に入力できる本数っていうのは2000本までに抑えてます。
これ、まあ、2000本って多いんだけどね、僕はそんなに振ったことないんだけど、2000本に抑えてる理由は2つあって、1つは不正の防止、もう1つはあんまり数を煽りすぎると、このアプリが煽りすぎると体壊しちゃう人がいるんじゃないか、特にねまだ成長期のお子さんとかね、じゃないかということで2000本に抑えてます。まあ、もうちょっとだけ詳しく言うと、 iPhone 版のバージョン1とかっていうのは最初3000本まで入れたんですよ。でもこれ多すぎるっていうことで今は2000本にしてます。そして次によく聞かれるのは、カレンダーの空欄の日には入力はできない仕様になってます。これも不正防止です。で、もし入れ忘れたっていう場合には、次の日とか次の日とかで調整してください。まあ、調整するっていうのは倍の数字入れるということね。そして3番目によく聞かれるのは、機種変したらデータどうなるんですか。これは消えます。今のバージョンではこのデータっていうのはこの端末1台に紐付けされてます。まあ、これちょっとね、僕も困ってるところで、将来的にはメールアドレスとかでログインして、そこでね携帯機種変えてもデータ引き継げるようにとかね、いろいろなんかメモを入力するようにしてほしいとかね、いろんな要望、やっぱり細かいのいろいろ聞いてますんで、将来的にはそっちに持っていければなと思います。使ってみたい人はぜひ今日の動画の説明欄にリンク貼っておきますので、そこからダウンロードして使ってみてください。完全に無料です。そうそう、なぜ無料かっていうと、これそもそもはね、 YouTube のチャンネル登録者数が2万人いった時にお約束したプレゼントだったんですよね。だからプレゼントです。まあ、Android 版だいぶ時間かかっちゃったんですけども、やっぱりそのお返しっていう意味なんで、お返し、恩返し、いつも見てくれてありがとうっていう恩返しなんで無料にしてます。以上が Android 版の素振りアプリが完成しましたっていうお話になります。まあ、僕の動画ではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信してます。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。